うわ、美味しそう。ホラベをご覧の皆様、アロハーシーです。ワイキキも3日目に突入。朝から天気に恵まれました。さて、今日は1日中予定がいっぱい。午後はなんとジーノさんからお誘いいただいたコラボ企画があります。シーツマは朝から気合を入れてたんですが、ヘアアイロンがまさかの断線。先が思いやられます。もうびっくりした。あ、来た来た、ほら来た来た、あ、来た来た、よかった。もう、あ、消えた。なんだろうこれ。もうちょっと頑張ってくれ、今日大事な日なんだ。おお、混んでる。いやすね、めっちゃ混んでるよ。とんでもないね、なんか。財布とかカートとか大丈夫ですか？はい。あ、みーちゃんごめん、言われてよかった。あれで登録した方のカード持ってきてないやつ。あららら。ちょっともう取ってくる。うん。ちょっと休みをチェックしてもいいかもしれないし。混みすぎてて入りづらいな。とんでもないよ。なんか一回入ってみたけど、もうとんでもなかった本当に。ディズニーの方に行く人が多分なんかこうテイクアウトも。そうね。おむすびを持ってビーチへ出かけようって書いてあったからね。なんかね、情報くれてたよ、そういえばビキの。そう？うん。なんか JCB カード持ってる人は、うん、JCB で、うん、クーポンっていうかそのちゃんそれ専用のカードが買えるから、いちいちクレジットカード出さなくていいからいいですよって言って。私たちは知らなかったんですが、 JCB プラザラウンジではビキカードをお安く購入できるようです。ビキを借りるたびにクレジットカードを出さなくていいので安全ですし、非常に便利だなと感じました。ちなみにこのカードはビキステーションのこのスロットに差し込むだけなので手間なく便利です。今更のご紹介で申し訳ありません。次回のハワイではぜひ使ってみたいと思います。本日朝食に向かうのはレインツリーベーカリーコーヒーハウス。ハワコイでも紹介されていて、一度は行きたかった知る人ぞ知るベーカリーカフェです。オーナーは上品な2人の紳士、エリオットさんとジェリーさん。リタイアをきっかけにこちらのお店を2015年にオープン。サンドイッチ、ケーキなど様々なメニューがありますが、中でも人気があるのはショーケースに並ぶ出来たてのマフィン。ジェリーさんが毎朝マフィンを焼き、レストランで働いていたエリオットさんがバリスタとして美味しいコーヒーを入れるスタイル。
お二人のこだわりはフレンドリーな雰囲気のお店を作ることだそうで、爽やかなグリーンを基調とした店内で繊細な印象の小物類にセンスの良さを感じます。さて、人生の先輩、かっこいいおじさまのお二人におもてなしされるのが楽しみです。もうちょっとかな。ロカヒブリューイングだ。クローズドだけどね、ロカヒブリューイング。ここですね。ロカヒブリューイングカンパニーは2021年5月にオープンした比較的新しいクラフトビールのお店です。ハワイ産の蜂蜜、マカダミアナッツ、コーヒー、フルーツを加えた地ビールで、非常に個性的なラインナップです。ロカヒはハワイ語で調和、ハーモニー。ロカヒという言葉の意味がビール作りにもぴったりだと思い名付けたそうです。ビール、食事、雰囲気も良く、ホノルルにあるクラフトビール店の中でもおすすめの一つとのこと。次回のハワイでは地ビール巡りもしてみたいです。あった、レインツリーベーカリーショップ、チェックしましょうか。あった、ありました。じゃあ行きましょう。たどり着いたね。あ、なんか見える、うん、お客さん一組二組ぐらいいるかな。あ、このメニューがなんか一生懸命調べたから、エスコートって言って、エスコートするまでここで、あ、待っててねってこと、うん、ここに書いてある。はい、はい、イエー、サンキュー。あ、ここで OK？ どこでもいいんじゃない？どこでもいい。Anywhere OK？ OK？ Everything OK？ 危ないな。奥か、うん、この辺もいいね。ここにする？ Is this OK？ Thank you。来ましたね。来ましたね。嬉しい。いいお店ですね。いい感じだね。いや、バターマフィンがとてもとても楽しみです。うん、わー、来ました。うん、ここにもうビールとかもあるんだね。うん、これはちょっと夜用って感じ。オーガニックワインとかも。うんうん、8時から16時。なるほど。4時ですね。はい、マンデークローズで、ね。はい、でビザとマスターカード OK よ。OK よと。うん、私はね、モーニングプレートみたいなブレックファストが食べたくて、あ、これね、うん、15.75 のこのね、うん、セットで食べたいなと。何を飲みましたか？あ、ありがとう。これはコーヒー、はい、コーヒーソーダ。ソーダ。アメリカンコーヒーと同じですよ。はい、アメリカンカーノ。アメリカンカーノ。マーケット、ちょっと、ミルク、オッケーオッケー。すごいね、なんか日本語で一生懸命ちょっと教えてもらえていいですね。うん、なんか We are Japanese っていうと、うん、なんかみんなやっぱり反応が変わるね。違うね。いいね。あ、Hi, how are you? And I'm watching you on TV. TV, yeah. So would you like a little bit more time? Yeah, a little bit more time. If you have any questions, just ask. Oh, Elia. Yes, thank you. Thank you so much. Thank you so much. わあ、やった。嬉しい。すごい、めっちゃ嬉しい。すごい丁寧だね。Okay. Thank you.私はサンドイッチでルーマニアンパストラミをチョイス。追加すると美味しいとの口コミがあったので、マカダミアナッツをトッピング。ガーリックもおすすめされたので追加してパニーニでいただきます。サラダのドレッシングはホワイトドレッシングかセサミジンジャー、パパイヤポピーシードから選べるのでセサミジンジャーにしました。シーツマは朝食プレート、生ハム、ターキー、グリーンサラダから選べるのでサラダでオーダー。スクランブルエッグとパルメザンチーズ、バターマフィンがついたセットです。
ドリンクはシーツマがターメリックチャイラテをアーモンドミルクでオーダー。こちらはノンカフェインだそうです。私はゴールデンチャイラテを頼んだんですが、この日はないとのことで、おすすめされたカルダモンラテをアーモンドミルクで頼みました。どんな味なのか楽しみです。Perfect. Oh, thank you. Yeah, thank you. Yes. Mahalo. Oh, yeah, thank you. Yeah, よかった。ゆっくり聞けた。チーズマンが大好きなタイプのおじさま。そうなんです。私も本当にああいうおじさまが大好きで、もう写真一緒に撮れたら幸せだね。一緒に飲みたいわ。楽しみですね。いいね。このなんか店内もすごい本当に想像通りだね。あ、向こうが上がちょっと高いのかな。ちょっと今人がちょうどねいないので、ちょっと撮影をさせてもらって。あ、なるほどなるほど。へえ。面白いね。あ、なんか上が本みたいな置いてあったりして、わー。わお、サンキュー。ああ、そっか、こういう色になるんだね。綺麗。すごい。しーちゃんのがカルダモンラテだよね。はい、カルダモン。で、私がターメリック。いただきます。ああ、いい香り。シナモンに似たような香りがちょっとする。不思議、甘さが全然ない。あ、そうなんだ。なんかね、なんだろう。軽い味なんだけど、飲んでみてすごい表現しがたい味。この泡の感じがあるから、ちょっとこうなんかコーンっぽい感じになるよね。っていうかポタージュっぽい雰囲気も一瞬、スパイシーな、薄いコーンポタージュ飲んでるみたいな感じ。でもね、これね、食事にはすごい合いそう。そうそうそう、不思議なお茶って感じ。これこう甘、カルダモン、あ、カルダモン、そう、カルダモンはどんな感じなんだろう。いいね。あ、うまい。うまい、うまい、これうまいよ。本当、カルダモン。あの、そこそこ甘さがちゃんとあって。香りがすごい、華やかな香りがする、すっごい。これはね、なんか朝にちょうどいいうまさ。なんだこれ。これもでも飲んだことない味だね。はあ。アーモンドとの組み合わせがさらにね、なんか甘さがいい感じで軽くて。面白い。ちょっと酸味のあるラテみたいな、目がシャキッとする感じある。そう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 、キュッてくる。これね、癖になる。最初飲んだ時ラテみたいな感覚で飲むと、え、甘くない、ええってなるんだけど、二口三口っていくと、なんか次飲みたくなる系な、そういう感じ。これホットで頼んでよかった。よかったね。アイスも美味しいんだろうけど、アイスも美味しいと思う。で、サーシャさん多分ね、これはねアイスで頼んでて、アイスの方がすっきり感はあると思う、あれだね、昨日行ったピースカフェもそうだけど、ここも基本すごいこうオーガニックで体に優しいっていうのがコンセプトだから、この辺回ってるとハワイでも胃腸がこう落ち着いた感じでいられるっていうのは ね面白いね。いいね。なんか今時間が10時19分、で10時ぐらいに入ってきて、お客さんが2組いらっしゃったかな。まあ、今日火曜日、まあ、平日っていう感じでどうなのっていうところもあるけどね。あ、いや、あ、I'm playing。わあ、すごい。わあ、wonderful。わあ。うわあ、thank you。わあ、美味しそう。うわあ。ペッパー、OK。あ、いや。あ、thank you。わあ。Thank you。わあ、thank you。すごいすごい。わ、しーちゃんのもそうだね、サラダついてたね。全然 OKOK。 いいね、いいね、来ましたよ。たまりませんね。いい香りしてるな。これじゃあ私、これあったかいかな。あったかい、あったかいうちに、じゃあその噂のバターマフィンをね食べたいんだけど、何かなと思って、この間に入ってる。バター、バター、バターマフィンにバター、じゃあもうこのまま生かしてもらいますよ、はい、いい香り、ふわーんって。卵だね。
当に優しい味がする。バターは決してそのガツンってくるわけじゃない。あ、なるほど、うん、あのバターが苦手なシーでももう全然美味しい、あのベタっとした感じもないし、バターが入れすぎちゃってるやつとかちょっと辛いものがあるんだけど、うん、風味付けとかちょっとしょっぱさ足すみたいな感じだとね、うん、美味しい時があるんで、これねブログを読んでなんとなくこう予想してたのが、そう遠くないなと思ったのは、うん、マフィンとフィナンシェの間って感じがする。やっぱり、うん、マフィンはもっと軽い、うんうん、ふわっ、なんかこうパフってすごいギュッとはしてる。でもフィナンシェ重いの、結構、うん、重さもあるの、うん、でもフィナンシェ、確かに密度すごいね、そうそう、すごいの密度が。でもフィナンシェほど油っぽくない、うん、ギュッギュッとしてるこう感じもない。で食べるとすっごい優しい味、うん、バターがね死ぬほど合うって思った。うん、でも来たこれだね、来たこれ、うん、来たこれだね。これバターつけたらもうバターつけて完成って気もする、うんうんうん、でもねこのまたバターがね、なんだろうな、ブワーンってくるバターじゃないの、うん、なんか本当に繊細な味だね。じゃあパストラミね、ね、うん、あ、すごい結構しっかりギュッとしてる。野菜はそんなトマトだね、これ。そうだね、うん、これね、オッケーオッケー、こんなあ、いいですね、トマトが入ってる、カリッカリですね、カリッカリだね。いただきます。てください。で、あのナッツのペーストはすごくあのニンニク、ガーリックが効いてるってなってた。お、チーズ入ってるね、大丈夫かな、ピザ系な感じだね、伸びとして、そんなにすごくチーズは感じない、うん、思ってるよりも、うん、このパストラミの肉感というか、うん、ギュッと感がすごいね。あ、ギュッとしてる、うん、じゃあほんと肉って感じがするんだ、うん、へぇー、 あとちょっとさすがにチーズも来ました。あ、来た、うん、結構チーズ感あります、ね、ある。あ、じゃあ後からグッとくるんだ、うん、あとこのトマトが挟んであるのが、うんうん、あのいい感じに水分が入ってくるのと、ちょっとだけあの、うん、なんか酸味、はいはいはい、さっぱりさせてくれる感じ。だからこのパストラミだけだと重すぎるんだけど、うん、そうだね、このトマトがすごいなんかこうあっさりさせてくれる感じ。なるほど、めっちゃいいですよ。いいですか、うん、でね、シェイ的にはどうですか、この生地がね、うん、噛むとガリッガリって、うん、そのあれだ、なんだっけ、20なんかすごい、すごい数の、そうそうそう、ものすごいね、粒感のある、うん、そうだ、このパンをすごい私食べてみたかったから、うん、あの C から奪い取って食べたいと思います、うん、パンの食感にごまをもうバランバランいっぱい入れて固めたみたいな。あー、oh, it's very tasty! Everything is good! あ、ウォーター、あ、いや、ウォーターさん、うん、おいしい、もうおいしい、結構ニンニクくる、ガーリックって言ってた、ニンニクはそんなでもない、そんなことない、うん、あ、ほんと、うん、ちょっと待って、そっちのナッツペーストあるじゃない、それなんだろう、それになったりしないかな、ちょっと食べてみて、一応これもしかしてってこともあるから、パストラミだとマスタードだね。あ、マスタードなんだ、これマスタード合いそうじゃないか、うん、合いそうなので、はい、実はこれが合うという、いや合いそう、パストラミはつけて食べた方がしっとり感もまずじゃない、うん、あー、Thank you very much、 お水いただきました、ありがとうございます。どうですか、うん、ね、グッと味が変わるよね、うん、きっと作った方が美味しい、美味しいよね、きっとね、ぜひ私も味わってみます、はい、はい、あのバターが苦手な C にわざとバターをつけて食べさせてみようかなっていう、バクッと生かしてみましょうか、今かじっていますね、バクッと、うん、めっちゃ水分奪われるね、これ、うん、口の中がうん、うん、なんか、うん、もともとのがそんなにバターがきつくないから、うん、後から塗られても、うん、あんまり、まだ軽い感じかな、うん、これデザートいいね、いいね、うん、まあ朝食のメニューなんだけど、パストラミじゃあいただきます、はい、いっちゃってください。あ、重いな、結構重い、重い重いちょっと作った方がね絶対美味しい、うん、絶対美味しい、アクセントになるよね、肉に合うんだこのマスタードが、お、いい香り、うまっ、うん、これはすごい好き、うん、チーズがしっかりくる、割とうちらにとってはこれもしかしたらワンプレートだけ、うん、こっちのパストラミのやつワンプレートだけで、うん、
あの1個ずつシェアしても十分朝ごはんでいけるくらい、うん、いいと思う、いいと思う。 あんまり重い朝ごはんにしたくなければ、うん、もうこれ1個ずつとサラダシェアで、で飲み物飲めば十分。なんかパンだけ本当に家に買っていきたくなる、ね、うん、この横から見た時のこの、うん、これね、つぶつぶね、うん、いっぱい こいつがもうすごいんですよ、中にもね、うん、カリッカリして、うん、美味しい。このね、うん、グリーンのがすごい味がガツってあって、なんだろう、美味しい。これがあって初めて卵が味がぐんとくる。なるほど、うん、卵だけだと本当に何も味が基本ないから、うん、うん、全部手作りなんだよね、お店のね。I have a question、uh-huh. This green paste is nut paste? Macadamia nut pesto. Oh, okay. Basil, garlic, olive oil, parmesan cheese. Yeah. Oh, thanks. ありがとう。やっぱりそうだ、マカデミアナッツペーストこれだ、うん、あのニンニクが効いてるの、はいはいはい、だからちょっと辛さもあるっていうか、そのガツンとくるんだよね。There we go. Thank you. Oh, アーモンドリーフ、wow. Thank you. Thank you. Always good. もう fine. Tasty. ふわふわ。ふわふわだね。このブルーに白のふわふわがいいね。で、初体験。うん。アーモンドミルクのみ。本当手作りの多分ドストレートな、うん、香りは何もなし。味がないわけじゃない、うん、ミルキーではある、はいはい、ただすごい淡白、サラサラ、うん、あのもうこれと牛乳はもう別物だね、うん。水をずっと飲んでるとさ、味覚がだんだんリフレッシュされて、うん、味が分かりやすくなるとかってよく言うじゃん、うんうん、こういうやつって結構味が超抑えめだから、最初強いものを食べてると感じない、うん、だんだん慣れてきてだんだん味が分かるみたいな感じで、これ例えばお茶、緑茶とか紅茶とか、うん、基本香りでそんな味があるわけじゃないじゃん、うんうん、でそれいう感覚、これだけでの、うん、要するにご飯食べながら、うん、アーモンドミルクこれを飲みながらで邪魔しないって感じ、うん、分かる、あ、分かる。なんかね、僕の例えいつも正しいかどうか分かんないけど、いいあの豆腐っぽい。分かる、あるあの豆乳、どっちって言ったら豆乳に近いと思う、うん、ただ豆乳ってもっと癖があるんだよ、うん、もっと癖がある。これはすごい飲みやすいし、うん、もう本当になんか染みる、そう、うん、すごく染みる味。これはね、あのじわる味だよ、じわるよね、うまい、おいしいね。 So, Lily Koi cheesecake? Yeah, Lily Koi cheesecake. Oh, I'm very like this. Oh, thank you. 来ました、1個欲しいですって言ったら分けて切ってきてくださいました、ね、リリコイチーズケーキ、これ食べてみたかったの、一番嬉しい。ここだけで惚れるよ、リリコイ好きな人はここだけで惚れる。なんでかって言ったらむちゃくちゃフルーティーなの。どれどれ、すごいふわーって、もうジューワっていう感じで、もう果汁って感じ、ものすごいいいリリコイの香り、本当にフレッシュって感じだね。これで下がチーズケーキなんでしょ、うん、やられないわけがないじゃない、これもうワンダホーだ ね、もうワンダホーだ ね、このね、リリコイのチーズケーキだけでも、うん、本当にお茶と一緒に食べに来る価値ありっていうぐらい美味しい、うん、結構頼みましたね、リリコイチーズケーキが 6.5、 プレートが 15.75、しーちゃんが食べたサンドイッチが$22、はい、でアーモンドミルクを足したり、あとカフェラテ 7.75、うん、でアーモンドミルクにチェンジしたお金だったり、これがターメリックチャイラテ、うん、で最後スモールミックス、あ、ミルク、これがアーモンドミルク 4.25、うん、でサブが 64.75 でトータル 67.80。 I have a question.
What? How about the chips? 20%? Okay. So, yeah. Okay. So I'll give you a new number. I'll be right back. Ah, yeah, thank you. 現金で 5% 引きは結構でかいですね。だからカードで払うよりかは現金用意した方が。Ah, thank you. So I hand wrote that in for you. Yeah. Thank you. Oh, yeah. 78.01 だね。Ah, okay. Okay, please check that. Okay. Thank you very much. よかった。合ってました。初めてちゃんと現金で小銭も使いました。1セントが使いました。今まで現金全然使ってない。全然使わなかった。Thank you for everything. We are very happy time with me. Thank you. Thank you very much. ありがとうございます。よかった。なんかいい時間が過ごせましたって言いたかったのになかなか言えなかった。難しいですね。We spend a happy time? 違うな。 We have... あ、もう教えて誰か。本当よく食べました。ゼログリーンですかね、あのマークは。あ、1台しかない。あら、ビキー。なんと。そうするとね、もう一個ね、近くに向こうにあったはずだから、ちょっとビキーステーションを、はい、チェックしましょう。チェックしましょう。